あ、映画に出てらっしゃった方ですね。はい、あのいい映画を見させていただいてありがとうございました。感動しました。あの質問3つあるんです1つ目はですね、単純なあの分からなかったことについての質問なんですが、あのトークが始まってすぐに監督の方からあの、クロちゃんでいいですかね、A さんって言って、クロちゃんをあの2つの視点から描きたかったというご説明があって、で1つは何とかで、2つ目は、セクシャリティとおっしゃったのかな、ああ性自認と性的指向ですね。あ、性自認っていうのが、自分が男なのか女なのかっていうことの、自己認識と立ち認識、はい、自認、自認、あ、はい、まあ、自覚とかそういうような、まあそうですね、あの性の自認、自分が何者を、はい、性自認という言葉が、はい、なんかポリティカルなんとかと、ああそっちに聞こえちゃった、失礼しました。なんか政治という、あの一番最初に質問された9.11 あれもあったんで、はい、その政治人というのか、政治人かと思ったけど、はい、分かりました。2つ目はですね、あのいい年になられてからのこう性的なアイデンティティにそのクライシスを期待したわけじゃないですか。で、一般的には 中学生の頃とかね、そういう思春期にその自分の性に対する違和感みたいなのを持つというのが、まあ、一般的なようだと思うんですが、一般的かどうか分かりませんけど、まあ、多いかもしれないですね。で、はい、彼のようにもう十分いい年になったおっちゃんがですね急に、はい、まあ、本人もその一応 9.11 ということを言ってますが、あの今の話にあったように、まあ、実際のところはよう分からんというのが実態だと思うんですね。で、そういうケースっていうのは結構そのあの皆さんの業界のお仲間の中にはねたくさんいらっしゃるのかっていう、まあ、単純な質問なんです。で、要はいい年になってから、芽生えちゃうというね。で、はい、すみません。で、3つ目は、1つ目はもうあの答えていただいたの結構なんですが、3つ目はあの僕も大阪ボランティア協会で出入りしてる人間なんですが、クロちゃんにとって大阪ボランティア協会というねコミュニティの存在というのはものすごく大きいと思ってるんですよ。で、彼はまあ、なんていうか遠慮の半分というか、結構 ずるい人間ですというね、さっきあのおっしゃいましたけど、なんていうか、大阪ボランティア協会というようなコミュニティにアプローチをしたのは当然その彼の方からだと思うんですけど、それもなんていうのかな、そういうその自分にとって安らげる空間を見つけることができる能力を持ってる、でそれ素晴らしいことだと思うんですね。で、なんかその結論を押し付けてるみたいですけど、あのご本人からその自分にとって大阪ボランティア協会という、まあ、空間というかアソシエーションと言ってもいいと思うんですけど、そういうどうという、で多分持ってない人の方が圧倒的に多いと思うんですね。で、そのあたりのことを、について監督が非常にも奇跡的な人だと、ある意味あやさんはというようなことをおっしゃったと思うんですけど、あなたにとってこう大阪ボランティア協会というのは、まあ、どういう存在なのかということを3つ目に、はい、すみません。2つ目、僕それいわゆる人それぞれですし、コミュニティに出てきてる人たちがセクシャルマイノリティの全てもでもないの で、それを網羅的に統計をどう取るんだっていう問題もあるので一概には言えないんですが、でやっぱり目の前にこういう方がいらっしゃる以上、まあ、40代50代になってから性的なクライシスと先ほどおっしゃいましたが、そういうことを
感じたり、あるいはセクシャリティの部分で、女性との結婚生活をずっと続けていて、子供が大きくなった時に、自分が例えば男性だったらゲイである、女性だったらレズビアンであるっていうことに初めて向き合って、そこからコミュニティに入ってくるっていう人も話には聞きますし、実際見てきたこともあるので、それは年齢はあんまり関係ないと僕は思ってます。まあでも思春期に気づく、その性的な第二次成長を、迎えるところで、まあ多分感じる人が、まあ、こう体の構造上多いだろうとは思うんですが、それがどの程度性的マイノリティが世の中にいるかどうかっていうのを本人が認知してるかしてないかとか、いろんな要因が絡まってきて、その時性的マイノリティっていうのが世の中にいるいない知らないと思っていたら、自分をそこに当てはめて考える感じるっていうこともないでしょうから、そうするとだいぶ経ってからっていうことにもなりえますので、そうね、難しい、難しいね。でもいろんな年代の人がいることは確かです。いろんなこと聞くし、その人実際その人から聞いたこともあるよね。もう還暦近い人でまだ奥さんいてはんねんけど、奥さんにカミングアウトして実はゲイだってって言って、でその奥さんが今まで一緒に来たからもうずっと一緒にさせて、ただあなたが好きにしていいよ、でも離婚だけはしないで、遊ぶのは自由に遊んできていいからって実際聞いたことありますよね、今の説明でどうですか。例えば聞いていてちょっと詳しい方とかいらっしゃったはい、こんにちは。今日はどうもありがとうございました。ちょっと映画の中でもちょろちょろと出てたんですけど、鹿児島の方でセクシャルマイノリティの自助グループみたいなものができていまして、でそこに関わる中で、ちょっといろいろ話を聞いたりしてるんですけど、あやさんと、逆のパターンというか、その方はもう50代で、の方なんですけど、FTM の方 でその方もなんかこう、それまでは結婚されて一生懸命こう家族のために尽くされてたんだけど、病気になってしまって、その時にこう一生懸命家族には尽くしたつもりだったのに、家族は自分の方を向いてくれなかったというか、なんかこうちょっとこうほっとかれてしまって、で今までの自分は何だったんだろうと思った時に、多分その方の中に押し込めてた女性として生まれたけども男性としていきたいというような部分が出てきて、そこからこうやっぱり男性として生活していこうということで、もう50歳近いぐらいの方なんですけど、それからこうそれこそそのホルモン注射とか、そういう病院にもかかったりとかして、で今パートナーさんの女の子がいて、でその離婚までは一応してないみたいですけど、別々にその元の家族と暮らされて、でその今のパートナーさんと一緒に生活をしてて、でその会の中にもいろいろ関わりを持ってるって方も知ってますし、その他にもいろいろ鹿児島田舎なんですけど、若い子の結構その FTMの子とかもいたりしてて、その子は NHK のテレビとかにも出てて、割と本とかでも登場してて、いろいろ話題にもなってるような声を書いたりとか、さまざまですよね。で、こう、思うんですけど、自分の場合もそうで、自分も、一応、その頃付き合ってた彼女に結婚っていう話をされて、やっぱりこう、自分はゲイだっていうのがこう、分かってるけど、やっぱり鹿児島みたいな田舎のところでは社会とかそういうところにこう結婚っていうことを求められてしまって、自分はずっと男の人と付き合ってきているのに、やっぱりなんかそういう部分で、例えばその親との関わりというのは、さっきもお話の中にも出てきましたけど、親に孫の顔を見せたいとか、そういう部分でちょっとこう気持ちの揺らぎがあったりして、その時にその彼女とであって、その自分がゲイだっていうことをカミングアウトした時にも、それは過去のことでしょうっていうような話をされて、でその時にこの人だったら
だったらずっとやっていけるかもしれないっていうふうに思ってしまったんですね。で実際、子供も2人できましたし、ただでもやっぱり十数年経った時に、まあ、その間もやっぱりどうしても男の人との関わりっていうのを求めてしまって、で家庭の中にいる中では一応、まあ、それなりに自分も夫として親として一生懸命したつもりだったんだけど、それでもやっぱりなんかどこか違う自分らしいところが満たされないところがあって、でその時にまあ彼女にまあその男の人ができて、私も女性としての幸せが欲しいっていうふうに言われて、でそれでこうお互いにそれぞれ自分らしく生きていこうっていうふうにして、まあ離れて暮らすっていうことをまあ目指して、で、まあ、その後ごちゃごちゃなんていろいろだったんですけど、まあそんなふうにしてこうやっぱりこうその年齢っていうのをさっきもおっしゃったんですけど、性の揺らぎっていうかそういうのっていうのはやっぱりゲイにしてもビアンさんにしてもなジャディの方にしても、本当に環境によると思うんですよ。だからそういうのってやっぱりこうずっと続くというか、でまた自分もだからまだこれから変わっていくかもしれないしっていうのはきっと持ってると思うんですね。それは誰しも一緒なんじゃないかなっていう気がします。ありがとうございました。かなり時間も迫ってきたんで、先ほど3番目の質問なんですけど、うちの方に終わらせなきゃいけない。いや、もう少し伸ばしてもいい。今ちょっといい話聞いてて思ったのが、それで映画と言いながらも今の話を聞きながらも思ったんですけれども、その性に関することの揺らぎが生まれる原因が、例えば生まれつきのもので、例えばセクシャルマイノリティ当事者ってなってる人っていうのはそうなるべきものだったのっていうことが、生まれた時にすでに体の何かで決まっているっていうふうなことを言う人もいれば、いやそれは違うだろう、生きている中での社会的ないろんな要因も関わってきて、対人関係のこととか、例えばあやさんのことに関してもだいぶその奥さんとの関係性っていうのが影響してるっていうことを、まあ撮影中に言ったのでそれを映画の中に入れたりしてますし、まあ、うかさんにしても今話されたところがそこら辺がだいぶどっちなのかって言ったらすごく曖昧なところにあるっていう、そこは答えが出ないはずのことだと思うので、無理に答えを出そうとするふうな発言なり、例えば学術論文何が出てきたらすごく警戒するべきだなとはよく思います。うん、そうそうそう、そこはね、だからなんか学者さんってすぐこうだって言い切りたかったりとか言ってしまったりとか、まあ、それでない人はどうなんねんっていうことを考えないよね。だからそれはだから違うというのは当事者が言ってないから違うんだと言い切れるし、この当事者がどんだけ声を大にして言えるかが今これからのなんか、ポイントかなって思って出てますね、当事者としてはね。はい、ごめん。ああ、そうそう。で、その3番目の、先ほどの3番目の質問で、大阪ボランティア協会の説明したらようかなと思うんですけど、ここの会館を維持運営している、要するに 社団法人なんですけど、そこの会員なんですよね、私ね。で、それは何かって言って、30年ぐらい前の学生だった頃からの会員なんですよね。まだボランティアっていう名前が浸透してない頃から、障害者問題とかそういうふうなのに関わってました。でそれの延長線上で、まあ、関わり続けてきたんですけど、で数年前にその、まあ、自分が悩んでてどうしようもなくてっていうのでだったんですけど、さっきの質問で大阪ボランティア協会は利用してまだ利用してますね、確かにね。ワンデー業界も利用してるし、他にも、ね、いっぱい利用してるとこあるし、だからパレードももしかしたら利用してるかもわからない、私にとっては。関西連合パレードっていうのがあるし、ね、それでいいんだと思うよ。ただ身を捧げるなんかさ、その犠牲者のように活動をやるじゃなくて、自分にとって必要だからやってることがきっと本物だと思うんで、だから今日来てはくれてあるその関係者の方っていうか、なんかほんまにだから それぞれ、あそうなんや、私こんな関係持ってんねやとか改めて思いながら、だからそう、なんか夜飲みに行って、その飲み友達も確かに今日多いんですよ。
うん、だからそれも同じで、そこにべったりと関係性を僕は甘える関係性を持っていってるしっていう、なんか一緒かなと思って、なんか一緒にしてもなかなかけど一緒かなと思う、うん、なんとなく自分ではそんな感じにですかね、うん、はい、そんな感じ、そんな感じで答えになってみましょう。あとまだちょっと時間ありますけど、うん、あ、どうぞ。